辛い時期を何年も過ごしましたね。階級のことでもいろいろ悩んで、いろんなことに挑戦はしたんですけども、うまくいかずに、でもこの63という一番いい階級がちょうど出来上がったんで、これはチャンスだと思って、自分の人生をかけて戦いたいなと思います。Sat around and thought about destiny, which led me to feelings I could not conceive. Cause I was holding on to yesterday. 盛り上がりました。 OK。 で、今までは70キロの時は大きい選手でパワーで負けて自分の技が出せなかったんですけども、今回は同じような体重の選手なので、自分の技がのびのびと出せて、テコンドーらしい技が出せると思います。僕はもう30なので、もうあとは少ないんですけども、最後の思いつくる一瞬、ここで見せたいなと思いますね。いや、久保君はね、本当に可愛い。久保君のツイッター見てる？あ、何回か見させていただいて、可愛いよね。そういうところも含めてそこが見えないの。そこが見えないよね。ツイッターで久保君の文章を見てるとキュンキュンしちゃう。いつもぐらい可愛かったんで、こんにちはこんにちはこんにちはみたいな感じの、はい頑張りますみたいな感じで、あ、この子可愛い子だなと思って。笑顔で可愛らしいんだけども、実はすごいエスっぽいっていうか、もう残虐な一面も持ってる選手だなって。そうですね、なんか試合ではこうバーって熱くなって、自分の中の悪い自分が出てる、悪魔な自分が出てる感じがします。僕に任せてください。自分はそういう風にならなきゃいけないんだ、本田さんみたいにならなきゃいけないんだって思ってます。いや、久保君本当可愛いよね。